もう指名されちゃったよ俺。何やねんこれ。何の流れだほんま。うわーおー。プリコお兄ちゃんからの TikTok います聞いたー。いやおめでとうございますじゃないよ別に。おめでとうございますよ。いや同説めっちゃ増えたやん。すごいな。プリコ来るだけでこんな同説増えんの。やっば。もう話早いな。うん、めちゃくちゃ早い。小窓ね。はいはい。小窓ね。はい。パイナップルの流れ見。プリコお兄ちゃんどうした？決まりました。もう決まったんか。早いな、おい。結論早いな。おう。何になったの？俺のあだ名。うん。プロソロ、名前が。うん。みんなのおもちゃに決まりました。あのさ、考える時間短いのにすごいセンスあるよね。早くない？決めんの。さっきプロソロって言ったばっかしだよね。おみんなのおもちゃ。はいや。やっぱ、どんな遊びしてんの？不合だな。おじゃあ、ファンマーつけたままね。みんなのおもちゃにじゃあ名前変えますね。はい、はいや。まあ、俺も話早いからね。うん。はい。じゃあ、みんなのおもちゃに今名前変えました。ね。さあ、確認しましょう、皆さん。はい。今変わってると思います。見てください、皆さん。あれ変わってないか、うん、あれちょっと待ってね。今変えたはずなんだけど。どう？あ、変わっちゃってる。スムーズでしょ？変わりましたか。早すぎたか。あ、変わりました。ありがとうございます。じゃあ、次の指名は。え、あ、そうか、もう指名せなあかんのか。うん、そっか、まだ変わってないやつを探さなあかんのやね。はい、誰にしよう、誰にしよう。ちょ、日刊から。今なんか、レイとかがなんか候補に先上がってた。ああ、レイくんね。はいはいはい。はい、あ、じゃあレイくんでいいよ。うん、じゃあかしこまりました。じゃあレイくん行ってきます。はい、ありがとうございました。はいや、はいや、はいや。俺仕事早すぎん。ごめん、早すぎん。俺早すぎたよな。ウケるな。どんだけ早いねん。閲覧すごいことになってる。みんなありがとう。うん、見に行こう。おレイ君見に行くか。もっと引き伸ばしたよ。名前変えただけや。いや確かに早すぎた。仕事ができすぎた俺。うん。尺短かったな。ごめんごめんごめん。うん。お誰がみんなのおもちゃやね。やかましいわ。うん。まあまあまあトイザラスやと思ってくれ。うん。なトイザラスはねいいところやからな。うん。さあ。あなたの番が回ってきた。あなたの番が回ってきた。これみんな移動するだけやんな。みんなのおもちゃさんお疲れ様ですよ。あなたの次の名前が決まりました。あ、決まったらしい。決まっていいですか？早いね。はい。うん。早っ、すごいな。うん。あなたの名前、うん。発表してもいいですか？うん。いやー、怖いっすね。怖いね。どうぞ。うん。もう決まってる。早いな。はい、レイ君の名前が。うん。いや、こじらせ男に。なるほど。なんでこんなおもろいやろな。こじらせ男。こじらせ男やって。なるほど。で、コイン取るよ。ありがとう。みんなコイン取る。なんでこんなさセンスあんねやろな。こじらせ男。こじらせ男ってそのまんまだもんな。俺もみんなのおもちゃだもんな。え、どうした？別端末で変えれるんだったら、はい、いやーガチかお知らせ男の R かじゃあ皆さんこれこのまま次レイ君が誰行くかちょっとね見とこ。いや俺ちょっとやっぱ仕事早すぎたな。あーありがとう。瞬間最大風速すぎたな。 R でいいっすか、うん、はいコインありがとう。おいちゃん面白かったねみんな。入るか。いやほんまプリコってなんでこんな次から次へといろんな遊び思いつかない。うん、みんないつまでこの名前なんですか。あ、1週間で名前変えれるからね。うん、こじらせ男ありがとうございます。うわ、えぐいなこれ。えぐいわ、こじらせ男。えぐいわ、本当にえぐい名前。みんなのおもちゃの方がマシ。いやどうやろうな。まあ。あ、ちょっと聞いとこ。ちょっと聞いとこ。ちょっと聞いとこ。実はもやしさん。あ、もうすぐ名前出るやん。実はもやしさんで。うん、今こう、実はもやし今配信やってる？配信やってます。かしこまりました。行ってきます。いや、これ一週間これか。ちょっとみんな、ハートにお願いします。何の時間だ。うん。
まあ、こじらせ男と、みんなのおもちゃやったらね、みんなのおもちゃの方がさ、その、何なんか、マスコットキャラクター的な感じがするやん。なんか、こじらせ男ってその、めんどくさい感が出てるからさ、なんか、とっつきにくいなっていうイメージになるでしょ。けど、みんなのおもちゃやったら、あ、そっか、うん、ポケモンみたいな、うん。ニンテンドースイッチみたいな感じになるかなと思うから、全然大丈夫かな。おもろいな、今日。まあ。すごいよな、プリコってエンターテイナーだよね。めっちゃおもろかったな。いや、こじらせ男。ちょっとこじらせ男と繋いでみるか。一回繋いでみよう。どんな心境やったか。うん。ねえ、アーモさん、それな。いや、ほんと嬉しかった。ありがたいね。あこじらせ、やってくれたな、おい。いや、やって、いや、違うねん。いや、俺、誰にしようか迷ってて、誰にしようか迷ってたら、レイ君とかいるよって、もう、プリコーから言うてくれたから、あ、じゃあ、レイ君でええわって思って。いやー、こじらせ男あるですわ。こじらせ男結構きついな。なんか、すげえ、やっぱ、めんどくさい男感が、その、言葉に凝縮されてるから、ガチでそうやん。うん、よくか、早いなぁ。早いよな、考えんの。マジですごくない？うん。で、俺、どんな名前か当ててみて。わかる？いや、もう変わっとるわ。変わってますわ。うん。みんなのおもちゃ、まさにそうですわ。まさにそうや。確信をついてるよね。本当に。うん、まさにね。早いなぁ、しかし。なぁ、やばすぎたよ。しかも、同説も一気に増えたでしょ ?1900 人ぐらいとか。1600人でしょ？で、今、全然誰もいなくなったでしょほんで。いや、まあね。199人。そうそう。すごいよな。あんなん初めてだよな。いくし、ちょっとみんな、まあ、ハートミーお願いします。ハートミー。ちょっとみんなハートミーこじらせ男が、本当にこじらせてるのかどうか、ちょっと確認したいけど、あ、日刊もこじらせて入れてないみたいですね。あ、今、もやしさんの気になって見てたんや。あ、じゃあ見たいか。バトルやめとくか。見たいな、今な。いや、うん、一旦いいっすか？うん、一旦抜けるわ。ごめんな。また、うん、タイミング合えばよろしくな。オッケーオッケー、またな。はーい、はい、はい。うん。ただ黒いだけ、もやしさん。マジマジしょ、やばいや。もうずっと見たなるな。うん。ただ黒いだけ、やばいな。ガチで。ただ黒いだけって見た目いじりやん。聞いてますかね。もうやってることは有吉弘行と一緒なんだよな。有吉弘行もね、上島竜兵さんのことあの豚の死骸とか言ってたみたいね。即興でやっぱね、思いついてんのすごいよね。66たす6は6え72だね。メンヘラ男じゃなかっただけ。うん、確かにな。メンヘラよりもこじらせの方がなんか逆にやばい感じするもんね。いやいや、いや、プリコあいつやっぱ天才だよな。配信するために生まれてきたのかもしれないよね。いやもう、いやもう面白くて寝れなくなっちゃったわ。うん、パイナップルあいつ何してんのやろ。あいつ俺のこと指名しやがったからな。うん。甲高い声。こいつ招待オフにしてんのかな。うん。あ、甲高い声いけるやん、これ。今ちょうど、あれかな、バトル終わったかな。いや、辞退された。あれ、ちょっと待って、プロソロから一旦来たんだけど。うん、ちょっと一旦トイレだけか。あ、トイレ行きたいのね。はいはい、別にいいよ。うん。トイレ行ってこいよ。いや、面白いね。すごいよな、本当に。うん。何でもありだよな。セナちゃんは何こそ、めっちゃおもろいな、名前変える。いや、ほんま面白いよね。よう思いつくよな。セナちゃんは何ていう名前になったのかな？子育て、え、これ、え、なんて読むのこれ。読み方わかんないね。どこに載ってんだろうね。ちょっと見ようか。セナちゃん。子育て必死か。子育て必死やな、アーマさんの必死ね。はいはい。パイナップル今トイレやね。うん。明日01さんからだって。って、いえ、うん、今日の分は終わりなんだね。すごいなぁ。やっぱまあ日刊1位、ね、昨日な、
撮ったプリコーやからできる遊びだろうな。いやまあね、プリコー自身もね、確定申告あって、まあ、払う税金もあると思うんだけど、まあ、みんながね、やっぱ楽しめるようにね、プリコー自身が回って盛り上げてくれるってさ、もうなんか、すごいよね。M1 みたいというか、うん、運動会というか、協力プレイでね、配信をなんか盛り上げてくれてる感じがするから、すごいよね、面白い。三鎌もいい名前。え、何やったっけ。パイナップルちゃんからプロソロご指名だったよ知ってるよ、うん、だから俺みんなのおもちゃに名前変わったんだからさ三鎌もの名前何になってんの。とこなさ絶対変えんやろうな。えけどユニバもらっちゃうとさ、いや川原社長笑ちゃうねん。やけど今日めっちゃ面白いですね。いや川原社長もいっぱい投げていただいてありがとうございます。公約20個以上ユニバ投げてるよ。三鎌だけ3発なんでやねん、マジで。ノリ良くてステッキプロソーサー、あーありがとう。いや俺は面白いこと好きなんでね、うん、ガチで面白いや、プリコやってること。しかも多分あの配信者の中で一番早かったよ、俺が名前変えるのね、うん、けどあの選ぶのに時間かかったね。いやプリン将軍とかユタシとかって言おうと思ったんやけど、2人やってなかったんだよな。なみんなおもろいよな。あ、違う、みんなおもろいじゃなくて、みんなのおもちゃ略したんか。舐めてんのか。いいよ、面白いから。うん。じゃあ、パイナップル一回とつりましたけど。あー、トイレ行ってんのかな、まだ。まだトイレ行ってんのかな。あ、トイレ行ってるわ。あー、クラゲ飛んでたわ。あ、うん。三鎌は家族思いのギャル。ギャルにしてはちょっとあれやな。うん。プリン将軍にすればよかったの。いや、ほんまやで。じゃあ、時間、だけどプリンもうやめてるんじゃない、配信なんかやってるやつで、日刊入ってるやつでみたいな感じで選ぼうと思っちゃったんだけど、あ、ちょっと行くか、ちょっとまた辞退されたんやけど。え、何がいい。え、無言なんやけど、行くか。ミュートになってる。え？え？もう一回言ってみるか。え？え、聞こえる今。あ、今聞こえるか。あ、セナちゃんいなくね？あ、セナちゃん行かなあかんのか。名前変わってたから。子育て必死。そうか、セナちゃん行かなあかんから辞退されたやな。そういうことね。セナちゃん。あ、オッケーオッケー。送ったけど、はじめましてちゃうや。なんかお互い名前変わってるよね、セナちゃん。ちょっと、うん。なんかまあセナちゃんとね、あのパイナップルのあのバトルの行方についてはもうどうせあの上のティッカーでわかるから。もやしさん回したんやった。あ、もやしさんもね、レイ君から回って、ただ黒いだけってなったらしいね。まだやってるよ。え、誰が。あ、プリン将軍やってた。あー、教えてくれれば。ごめんな、プリン将軍名前変えられるの待ってるよ。いや、あいつや、いや、パッとプリン将軍って出てこんかったのがすごいよな。やっぱ印象に残らないんだろうな。なんでやろうな。シェンさん、ハートありがとう。うん。プリン将軍、あいつ、あれ何してんの今。え？うん。てか、もやしさんがただ黒いだけってめっちゃおもろいんやけど、名前。ほんまに。やばいな。もう今日終わったで、ね。あ、今日の名前変えるくだりのやつね。うん。ちょっとセナちゃんとパイナップルがバトル始まっちゃったからな、怖いな。タップでお願いします。タップお願い。ご新規今プリン将軍コラボ中。プリンは誰とコラボしてんやろ。誰とコラボしてんや。あ、鈴宮ちゃん。あ、大人の女優さんとコラボしてる。いいな。プリン将軍メンブレ起こすよ。え、メンブレって何。メンブレって何。メンブレって何、わかんない。将軍名前変えれず終わって落ち込みそう。え、てかもう今日終わったんじゃないの。プリコの下りもやしさんで違うの。もやしさんの次、また誰か行ったの。多分あのさっきコメントであったけど、もやしさんの次はあのゼロワンさんになって、でゼロワンさんは何、明日なんでしょ。プロソロに選ばれなくてメンヘラになるよって。ああ、そういうことね。メンヘラね。あ、メンタルブレーキっていうことかな。花ちゃんとコラボしてます。誰が？ああ、そっか、花や。そっかそっかそっかそうやね。明日ゼロワンさんスタートでね。すげえな。
いやまあ振り子レベルまで行くともうお金使いたくて仕方なくなるんだろうな。もうあれだな、川原社長と一緒だな。うん、なんか水みたいなもんか俺たちにとって。なんかその気分いい時シャワー長めに浴びるやんみんなも。てか日刊14やばいな。いや必死な子育て必死と甲高い声がバトルしろぜ。そういった意味でみんなのおもちゃって結構あのポップじゃない。けどみんなのおもちゃもあんま良くないか。良くはないか。よう命名したなほんま。絶賛もやしさんのただ黒いだけってほんまほんま一番面白い。プロソロスムーズで受けた。いや俺ほんま早かったでしょめちゃくちゃ。そう誰選ぼうかなのところで迷っただけで、青いちゃんキラキラブスイ、青いちゃんステーキ。そうやっぱ俺やっぱ物分かりいいから理解力高いから結構なスラスラいっちゃうのよね、滞りなくね。うん、だもう少し引っ張ればよかったかもね。うん、けど不必要な引っ張りっていらないからな。え、葵ちゃんもう帰っちゃうの。うん、やけどほんま今日続けててよかった。あれこれワンちゃん川原社長投げへんのちゃん見てるけど、セナちゃんと、うん、え、怖いの、残り17秒。怖いよ。どうなる。いやどかどか来るこれ。さっきえげつないぐらい来てたからな。どうなんだろうね、いるとは言ってますけどね。うん、やばいやばい来てる来てる、やばい。うわまた、うわやっば。やっば170万。はやっぱ頭おかしいよね川原社長。やっぱ頭おかしいこの人本当。甲高い声が2位、そして子育て必死が1位です。まるむちゃん、待って恥ずかしくない、待って甲高い声じゃこ言うやあ、いいよ。そしてみんなのおもちゃ、みんなのおもちゃが14位や。そうみんなのおもちゃになっちゃったよ。ゆうこハートありがとう。170万は行き過ぎだろ川原社長マジで。170万だよ。177万よね。177万いってるぞパイナップル。うん、なあ、とろみお疲れ。今日は調子いいわ。いいなあ、パイナップル2位やで。名前くさいや、変えさせられたのよ。プリコーに変えさせられたのよ。うん、そうプリコーに限定ユニバーもらっちゃって名前を発表します。プロソーさんの名前、みんなのおもちゃですって。いやほんまとろみとかにしときゃよかった。いやけど配信してるやつでなんかすぐパッとね名前出るやつがいいみたいな感じだったから、なんかレイ君になっちゃったわ。いやとろみかプリンとかユタシにしときゃよかったガチで。ユニバーもらえるからな、それで限定ユニバープリコーから。177万いってるわ、まあ、川原社長やっぱ頭いってるわこの人。すごいなマジで。あのくだりは正解。いやおもろかったね。177万と12万でやば。プリコーさんに、そう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 。最初パイナップルのところにプリコーが小窓上がって、で名前発表します、甲高い声って言われて名前変えさせられて、でそこから次指名してくださいってやって、でプロソロってやって、そう的確すぎる。やばいでしょほんま。とろみは何になるんやろうな、とろみのあだ名何になるかみんなで考えようぜ。うん、まああんま傷つく言葉は良くないからな。ありがとうございます、さすがのおさん。そしてあやきゃん、あやきゃんもありがとう。なマロマロ、細い人形とかじゃない、細い人形。面白くね、面白くないか。面白くないか。ありがとう、ゆうきちゃん、ありがとう、ちまちゃん、ありがとう、チェリちゃん、ありがとう。細い人形は何それ、何それやな。うん、あんま的を得てないよね。
細いだけやよな。みなこさんコメントに差し込むって聞いてるのが笑った。あ、何せなちゃんのところで。余裕でまくれたけどって言ってるんやけど、せなちゃんが。やば。余裕でまくれたけどって言ってんだけど、日刊の上の人だけじゃないかな。どうなんやろうね。いや、かもしんない。わかんないけど。けど、あの、レイ君に俺がバトンタッチしたときは、レイ君ランク外だけどね。うん。パイナップル2位やな。みんなのおもちゃって名前も可愛い。まあ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 。みんなの人気者とかやったらいいけどね。まあおもちゃっていろんなね、その、遊ばれるっていう意味もあるし、逆にね、うん、みんなにとって必要な存在っていう風にも捉えられるしね、難しいよね。余裕でまくれたけどって言ってたみたいやな。やばいよね。170万余裕でまくれるって頭おかしい、ほんま。TikTok はやっぱ頭おかしいやつが上に行くんやな。すごいわ。マジで。うん。鼻薬出た。言ってみたいな。余裕でまくれたってな、言いたいよな。配信中の人だけで進んでたよ。本日は終わりでまた明日らしいな。ゼロワンかららしいね。うん。今配信してれば誰でもよかったみたいです。ああそうなんや。へえ。そう、ミラコさんがあのセナちゃんの枠で170万のスコア余裕でまくれたって言ってたらしいよ。今見た。そうですね。まあ、セナちゃんと俺とパイナップルと4コラとかしたらめっちゃ面白そうやん。プリン将軍なら勝てるかも。え、勝てるかもってどういうこと、どういうこと、どういうこと。ちょっとあの恐れ多いですが、もしね応援してくれるんだとしたら、プリン将軍なら勝てるかも。あ、何、俺とプリン将軍がバトルしたってこと？それ勝てるやろ、プリン将軍。負ける方がおかしいでしょ。うん。ちょっと行ってみるか。うん。じゃあちょっと例えば3月末ですかね。うん。みんなのおもちゃがめっちゃ入りたかろうとしてる。コラボに？うん。今日はみんなのおもちゃです。よろしくお願いします。どうも、子育て必死です。よろしくお願いします。あ、高い声です。お願いします。どういう名前なん、みんな。すごい名前だよな。いや、どんな感想か聞きたくて来ただけやけど。うん。いや、私さ、今ユニバースめっちゃ飛んだんだけどさ。うん、見たよ。見たよ。いや、17万スコアだと思ったんよ。普通に。170万や。いや、170万余裕できたよ、ね。別のバトルで飛ぶわけないじゃん。そしたらさ。算数と数学ができないやつが。うんうん、はい。算数と数学ができない。いや、普通に考えてそうじゃない。だって、いきなりそんな行くわかんないやん。あ、待って、パイナップルじゃん。B2 なんだ。あ、B2 だね。4個ラウンフに焦ってたんだ。いや、あ、セダちゃんランオフにちゃんとしたんや。しないけん、B2 なんや、私も。そうなのね。え、じゃあ、俺だけ B1 やから、B1 やし、昨日上位、なんか10回に入った、ね。配信してなかったからね、そう。おやった。セダちゃんよりもパイナップルよりも俺の方がリーグは上ってことか。まあ、リーグだけじゃないからね。あ、すいません、はい。ちょ、なんかさ、語り合おうや。その、名前変わってるやつ読んで。なんでだ、なんかいない？いや、話すことないんやけど。話すことないよ。え、だる、一回バトルしようや、一回だけ。うん、うん、うん。誰か呼ぶよ。一回だけバトルしよう。誰か呼ぶよ。なんか、名前変えられてる。うん。そう、一回だけやろう。誰が何も分からんよ。ねずこちゃん、久しぶり。ただ黒いだけっていう人いるけど。絶賛もやつさん。呼んでみる？ただ黒い。ただ黒いだけって名前めっちゃおもろくない？普通に。一番おもろいや、ただ黒いだけって。ガヤさん。もやしさん読んでいいかな？ちょっと、はい、じゃあ読んでみる、うん。はい、じゃあちょっともやしさん読んでみます。ただ黒いだけはやばいだろう。うん。子育て必死、褒めてる。あ、確かに、とろみ。あ、ただ黒いだけさん。あ、ただ黒いだけさんだ。ただ黒いだけさん。変わってました。ちょっと起きるね。集結しちゃったね。名前変えられた被害者が。被害者の会です。被害者の会ですね。皆さん、こんにちは。もう、言う前にも来てましたからね、ユニバースが。いつでもいいねずちゃん。ね、あんな最高で有名になっちゃいましたね。でもすごいですよね。あのエンタメ性は。あんなお金使ってようやるなって思いますね、お前ね。こうやってもうユニバー来た時点で、こう、同説見たらもう 1.6K とかいたから、いや、ほんとに。いや、もう、こっちだってさ、なんか、2100人の圧が来ましたからね。え、買えないのみたいな。あ、コメント、
コメントこんな早いしさ。ユニボもらったし、ね、うん、とか言って。うん、どうすんの？で、プリコーさんが違う枠に行った瞬間に徐々に同説が減っていく、うん。あ、わかるわかるわかる。急に増えて急に減るという。いや、本当に波のようにすごいね。ドロフクさんね。ね。確かに。すごい能力みたいな。じゃあちょっと俺声低いんで、ちょっと甲高い声とね、ちょっとチーム組ませてください。一回だけバトルしましょう。ね。おもちゃさん。名前を。被害者の会で。よっしゃ。被害者の会。被害者の会はおもろい。よし、皆さん。よし、子育て必死ちゃんとのコラボだ。ただ黒いだけさんとのコラボや。怖かったね。余裕でもっちゃに勝ちましょう。言葉に怖かったね。みんなおもちゃにしろ。みんな一戦だけ、一戦だけリベンジで行こうぜ。ちょっと。ゆっくりお前、ハートありがとうな。子育て必死ちゃんに頼らず。これ、幻の。さあ、タップから。おお、かわいい。この、かわいい。その愛はガーザ、ぐんだ、ぐん、走り出し、ほほう、ゆっくばばガンガリ。さあさあ、ミラコさん、余裕でまくれるのかな。かわいい社長が俺のとこでユニバー100個飲みまくったら勝てるのかな。被害者の会話、タップから。被害者の。日韓2位、すごすぎる。甲高い声っていう風に名前変えるだけで。日韓2位まで来ちゃった、やっぱりナコちゃんが。ねえ、日韓2位まで来ちゃった。みーちゃんには。やばいな、いいな。初見さんもよかったら出てきてほしいな、初見さんも。ひなたも子育て必死に頑張っててよかったね。うん。よかった。な、子供も最高にね、嬉しいだろうな。うん。うん、一方でやっぱその、もやさんやっぱただ黒いだけってその、どう思います？中身なんもないっすよね。ほんまに。そうだね。だからもう黒いが取り うん、いい名前が黒いのが取り黒いが取り俺が誰かさっぱりわからん。いや、ほんとにわかんないよね。確かに、売り子に飛んでたね。誰やねん、売り子って。売り子が売り子に投げてた。うん。やば。ないとわかんないもん。うんうんうん。確かに、ファンマがないとね。そろそろファンマ来てたの？あ、俺はちゃんとソロ版のマーク一応、うん、残したままやったと思うから。大丈夫、大丈夫。え、何ファンマつけてないとわかんないもんね。こんなこと、確かに、うん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 。俺、ファンマ消したら。うん、ファンマ消したらね、さすがに。うん。子育て必死のミラコになりました。ありがとう。子育て必死のミラコ。ミラコちゃんも、ミラコちゃんも可愛かった。ミラコちゃんも子育て必死のミラコになりました。おい、9999じゃないかい。子育て必死のミラコ。キュンキュンキュンちょっと。子育て、ミラコさんも頑張ってるんです。知らんけど。あ、みんな、テイキュー。キュンキュンキュン、みんなで行くよ。頼む。パイナップルにはもう、バランスいけないよ、これ。バランスいけないよ。ちょ、大丈夫。やばいかな。バランスいけないよ。みんなで、キャパズしてくれるかな。両辺来てんがいい。バラとかもう、スピチャで達成する気ないよ。やばい、やばい、やばい。バラ投げてんの、かわいいけど。わあ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 、領域展開とかなんかやってる。ナイス！やだやだ、俺のところで頼む。ナイス、ナイス。これやばい、ナイス。ナイス、ありがとう。うわ、すごい。ナイス。ゴールデン様、ありがとう。ナイス。ナイス。さすがラモさん。やばいぞ、これ怖いバトルになるぞ。ありがとう。2倍です。ミラコさんは、これは来るんだ。ありがとう、ありがとう、マイヤ。ユミキキナイス、2倍みんな。2倍にしてもらったから。2倍です、皆さん。125人、何でしょう。ありがとうね。誰だろう、怖いよ、怖いよ。これどうなる、どうなる。わーわー、いってるいってるいってる。やっちゃいました。やばい、やばい、やばい。バラのように投げてるやん、ユニバを。やばい、やばい。このゴールするみんなの中で。やばい、やばい、ゴールデンさん、ありがとう。ラオさんがエグすぎる。ラオさん。ユニバ投げたらラムじゃないの？ただ黒い人呼んでよかったんですか？はい、被害者の会でね。やばい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 、またやってる、またやってる、やばい。やばい、黒くないもんね。何をしてるわけ、川原社長、ほんまに。もっとの。訳わからへんぞ。川原社長、今、どうなってんの？パイナップル今ない？パイナップル今ない？パイナップルない？今。あ、2位のままやね。いや、けどあと 74.6K でもうセナちゃんまくれるな。やばい、そうなるとミラコさんが本気を出す。グローブないよね。グローブなくてもいけるんじゃん。やばすぎだろ。やばいやばいやばい。こっち。何個も出てる。チラシを人にないってことやろ。いや、ないっすねよ。いや、変わらないっすよ。ほんま、投げすぎだろ。いやいや、ユニコーン止まらん。ユニコーン止まらん。やばいやばいやばい。
グローブありますかこっちえぐいです。でもこれ、セナちゃん来るじゃん。グローブ持った人おる？なんでなんやろ。おやつさん3桁やん。そうしとったのね。もう、本当に被害者になってますわ。強いよ。ほんまもんのね、ただ黒い3桁だけっていう顔やし。まぶらしい。幻もどうなってる俺。いや、まあ、けど、ユニバーね、もらえてますからね、もやつさんもね。うん、はい。えぐいよ。エミさん、ハードありがとう。残り20秒。いくぞ。ユニバとユニコーン。ね、待って。やばい。ちょっと、ちょ、差し込み俺んとこで頼むわ。さすがに。4桁いきたい。差し込み俺んとこで頼むわ。4桁いきたい。4桁いきたい。早くね、ほんま。これワンチャン、ミラコトさんが来るぞ。あ、来てる。え、やばい。これ、来そうな流れが。ヒロ君、元気？待って、ヒロ君、久しぶり。俺んとこで。ヒロ君、ありがとう。俺んとこで。ヒロ君！え？やばい！やべヒロ君！こそがて必須。マロちゃん、怒らしちゃったな、川原社長。怒らしちゃったな、やっちゃったな。あれ、本気出されちゃったな、社長。うわ、これやばい。差し込み、ね、余裕でせんっていけると思ったら、ちょっと、子育て必須。ただの黒石だけ、やばいな。MVP シナモンちゃん、ありがとう、シナモンちゃん。ありがとう、シナモンちゃん、折り鶴。よし、やっちゃまれ。いいよ。バイバイ、ミラちゃん。いや、待って、負けちゃったから。ミュートで感謝しますけども、いや、僕もユニバ飛んでるから、ほんま嬉しいんですけど、ありがとうございます。あ、ゆこママも、くぼちゃんも、ふうこも、エビちゃんも、ありがとう。いやありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。めっちゃ嬉しい。マロちゃんもありがとう。あやきありがとう。ゆうきき。さらまゆちゃん、さーちゃん、ぴあちゃん、はるみなちゃん、ぽちゃん、もんなちゃん、ありがとう。これ、えぐいわ。どういうこと？やばい。絶対俺呼んだらまずかったね。いやいや、そんなことないよ。そんなことない。やっぱり、一番やっぱ、変えられた名前の中で面白かったから。ただ黒いだけって一番やばいでしょ。名前。そう。じゃ、ジャックを書く。すごい。なんてで何が好きって。え、ジャコ。ジャコ。ジャコ？え、そんな人いるの？誰がそうなったの？お前。シラスちゃん。あ、シラスさんがジャコになっちゃったの？ジャコ結構好きやな。プロちゃん。みんなのおもちゃだもんね。いや、ごめん。一個抜け。プロちゃんがもう一回やりたいって言ってます。いや、もう一回やりたいっていうか、え？プロちゃんがもう一回やりたいって言ってます。プロさんが、俺一言もう一回やりたいって言ってないけどね。不です。俺、セナちゃんの話。俺は言ってないけどね。俺、セナちゃん。マジ倒せます。パイナップル、カワちゃんが言ってんの。ああ、セナちゃん。すごい。僕も一回落ちます。怖くなってきた。なんか、ここで。はい、二人でやってください。はい、ありがとうございました。セナちゃんも。ありがとうございました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 。いや。すごいな。プロちゃんがもう一回やろうって言ってますって俺言ってないからね。かわちゃんが言ったわけですよ。俺言ってないよ、別に。うん、あと一回つってたから。今無理だって、うん。あ、プリン将軍が入りたいらしいです。あ、オッケー。プリン入りたい。プリン呼んでみる？プラスだね。マジ、プラスだね。すぐやついい。はい。何？ちょっと待って。え？ちょっと待って。パイナップル？横に川原社長おるんじゃん。あのね、何人かでいる。え？さあ、誰でしょう？ライバーもいる。川原社長に呼ばれて行ったんか？どっかの店に。うん。だから強いんか。じゃあ誰だと思う？いる人。ライバーいる。あ、誰かといるの？うん、ライバー。誰だと思う？ちょっと待って、みんなのおもちゃと甲高い声やん。そうだよ。まあ。え、ライバー男の人でしょ？うん。誰よ。へぇー。今日集まりがあったんだ、そしたら。へぇー。え、喋って？男の人。声でわかるんじゃない？こんにちは。あ、喋ったよ、今。え？おい、変な声出すな。普通の声にしちゃうんだよ。普通に。こんにちは。普通に喋って。え？今喋った。始めます。え？始めます？え、誰よ、マジで。始めまして。意味わからないって。ダンディーなね。うちで誰かわからんのやけど。プリコ？プリコじゃないです、僕は。いや、プリコさんだ、わかるよ、ね。でしょうね。うん。ガルフィーじゃない。ダンディーな感じだよね。なんかちょっとごつそうな感じするけど。なんでパイナップルとかあってんの？あと女性もいます、女性ライバーさん。こんにちは。え、声がちっちゃい。こんにちは。言ってんのか？こんにちは。最悪ですよ。川原社長、何が人として最悪ですか、ちょっと。
人として最悪なん？ええー、誰だろう全然わかんないね。ちょっと、わかんないで、ちょっと、なんで、人として最悪じゃない人として最悪誰といるの、うん、すごい、嫉妬する彼氏みたいな。誰といるの嫉妬しちゃったんだね、カール社長が。そうか。別に男二人じゃないし。パワハラ社長。まあ、やっぱいや、カール社長はガチ恋だから、やっぱりそうだよな。パイナップルちゃんやっぱりさ、カール社長はパイナップルのことが好きで、めちゃくちゃ投げてくれたのに。ガチ恋って言ってたからね。パワハラ社長に謝っといた方が。そこで応援してたからね、そんな、まあいい。ああ、なるほどな。それはね。そういうことな。どっちもどっちみたいなとこあるよな。ショック受けちゃうよな、それは。確かに。誰読むの待って、何が入ってんだろう。誰が入ってんだろう。三河さん。三河さん。三河さんは？だからみんな名前変わってるね、なんかね。三河さん呼ぶか、三河さん。今呼んでみた。いや、来るの早っ。いや、三河さんの名前変わってるやん。家族思いのギャルになってるやん。誰と思いのギャルです。はじめまして。みんなるよ、名前。ホテルみんなのおもちゃですよ。みんなの違うやろ。俺は、あれや。ソロバン坊やじゃなかったの。あんな高いドラえもんがいますね。ソロバン坊や。おい、なんでやねん、おい、コロヤ。違うやろ、このチーム。行きたくない。なんでそんなことを言うん？寂しいこと言うんだって。バランスはええやん。ええやんか。バランスや、バランス。いや、いいや、パイナップルがいい。え？おい、ふざけてんなって。一番多いのは思んないって、それ。それが一番思んない。それが一番思んないって。何ですか？パイナップルの目玉は来んだよ。俺は誰でもいいよ。俺は誰でも大丈夫よ。なんで嫌やわ、これ。俺は大丈夫よ。誰とでも。俺だって本当はパイナップルと組みてんだわ。全然大丈夫。俺誰とでも大丈夫。普通に。あれまあまあ、いてもいなくても一緒だもんな。わがまま言うなよ。みんな同時に喋るな。誰が喋ってる？全然わかんないんですけどね。誰？声でわかんない。同時に喋るんだ。まあ誰？誰や？誰だ？誰？パイナップルの枠でね、誰かがいないでしょ、日本に多分。ミカ。ミカって言って。誰や？誰だ？ほんまに誰かわからん。声でわからんのか、ミカ。誰だ？え？カイだ。いや、カイさんの声じゃないよ。カイさんの声じゃないでしょ。カルキカイさん、そんな声じゃない。カイさんもっと高いよ。そんな声じゃない。カイさんは高い。じゃあ、夏目マリだ。誰？え？夏目マリ？女やないかい。夏木マリ。私はかける。夏木マリって。誰？めちゃくちゃ気になるんだけど。そう、名前変えられたの、ペリコンさんのね、あれで。夏木マリ。夏木マリ。誰でしょう。いや、ほんま誰だ。ヒント教えて。スピードチャレンジ。ヒント教えて。どうせ強いもん。いや、ほんまやけど、パイナップルにも投げまくってるからね、川原社長も。ゴールデンちゃん、ありがとう。ああ、ニュースだった。いや、でもね、初級さんもね、めっちゃなんか来てくれてる。ありがとう、なれてる。モーナちゃん、ゴールデンちゃん。みんなバラ6人。いや、6人。カルロス、バラ6人。ありがとう、カーさん。クレバー、バラ6人。アンちゃん、ピアちゃん、セルライトちゃん、ありがとう。いくぞ、アオイちゃん、バラ6人。ちょっと忘れ。勝てるかもやからな。2倍あれいったねワンチャンありますよ、ほんま今日。頑張ってくださいね。頑張ってくださいね。頑張ってくださいね。ありがとう、初見だよ、ネロ。ギャル頼む。いけ。ワンチャンいけ。マネなんだ。やっぱ、やっぱうーわうーわ、やっぱえやったわ、また。高さん、こんにちは。やっぱうわ、1位行こうとしてるわ、これ。川原社長の心に火ついちゃってるやつや、これ。やってるわ、なんか、桁おかしい。桁おかしい。これみんな3位以内に入るだろ、3位以内に入ろう。あ、相手もらえるかも、相手もらえるかも。川原社長。やっぱ、絶対川原社長が指は飛んでるやん。みかまま。おい、女ばっかり投げてんじゃねえぞ。やば。逃げてた、こっちとら。かわいそうだろ。いや、プロソロだけ逃げたじゃねお疲れ。えぐおい、こプリンだけ名前変わってなくて、お疲れ。なんかそれ悲しいな、ちょっとな、名前。日韓13位だけど。ちょ、社長。マジか。全力、グローブ、すごいな。いや、やば。川原社長。挑むか。川原社長に。え、ミカママいけんのこれ。どうする？いけんの？あ？いけんの？行こう。そんなに盛り上がる？グローブ入ってくれないんだよ。
グローブでも必要ない。ガチバトル4個で勝ちバトル。グローブ出すためガチバトル2桁いるよ。2は22個届いてる。出しなさい。4個でガチバトル2桁おらんけ。早く出しなさい。グローブで、ね、うん。グローブくんの？いや、ちょっと、川原社長やりすぎだわ。え、今投げんの？やば、マジで？え、また投げてる？いや、坊や、行くぞ！ああ、びっくりした。今なんか来たんかと思った。ええ、焦った。やばいやばいやばい！はい、やばいやばいやばい！やばい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 ！やばい、来てるけど、青ちゃん、お前、笑いないでしょ、お前。みんな4桁、5桁来そう。全力！これで勝てるか？あんたかい、こいつ。いや、勝てるわけないわな、これ。そりゃ、三河ももう結構言ってるけど、勝てるわけないわね。もう笑いなってましょう、お前。やばっ！めっちゃくれてるわ。お前全力。いやいやいや、すごいよ、三河もも。いやー、すごっ。パイナップルがイカれすぎてんだよな、ゆうこ、にゃん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 。このバトルで二桁も逆にするけどな。いや、ちょ、二桁悪目立ちすぎる。プリンに勝つぞ。一回一位だ、やばい。ほんまに投げとるわ。一回一位。全国で。まあ、そうね。やばい、二回一位。かんだかい子いっちゃう。かわいがりまくったる。かわいがりまくったる子は。全力はかわいがりまくる。やばい、待って、二回一位立ってるわ。そんなもんか。いや、すごい。葵ちゃんバラウンド。葵ちゃんバラウンド。1.1 位もいく。マジ。フォローありがとう。うわ、2.1円。あ、みんな。誕生日やん。みか、そんなもんか。おお、誰が追ってんねん、ずっと、ほんま。な、底辺やのに。あ、底辺やのに。確かに、多分聞いたことない声やから、あの、パイナップルのところ。あ、レオさん、クジラはパシャパシャパシャ。この間、俺にバトル負けたから、みかって言われて。レオさん、先ほどありがとうございました。ありがとうございます。底辺。クジラです。全力が。こんなに、あざす！たくさん、頑張って流れてくれた。で、バスには、関わらず。チーム系やっぱやばいわ、くぼちゃん。ありがとう。やばい。えぐいわ。はい、ビクトリー！はい、はい。よいちょー！ビクトリー！やっぱりミコやばいな。豆太郎もありがとうね、バラも。ありがとう。えぐいな。全力、ありがとう。マジックミストゲットです。はい、皆さん読ませていただきます。はい、スーパーハイパー MVP、川谷社長がすごすぎて。あんちゃんもありがとうね。はい、ありがとう。えぐちゃんもありがとう。これはすごい。ありがとう。これはすごい。みんな、えぐい拍手。なにこれ。甲高い声がめっちゃ投げてもらってるってな。ゆうききちゃんありがとう。ゴールデンタイムありがとう。ももな。ミルキー、サーちゃん、ピアカン、セルライト、アイキャ、クーちゃん、ランちゃん、ありがとう。何、ミカママ。これはやばい。川原会長が横におる。え、なんでわかったんですか？え、ほんまに？え、そうやろ。吉継さん。いや、ゆっこママ、ゆっこママや。しょうもない。ゆっこママかい！ゆっこママかい！なんでゆっこママを置けよ。ミカ、お前は弱い。しやがって、ほんまに。ええ、よブーメランだわ。ゆっこママの方が弱えわ。ゆっこママやん。プロソロ、お前も弱い。それはそう、プロソロ、お前も弱い。え、黙り。いや、それだけ3桁やからな。ミカ、人中長い。今はもうきついわ、ゆっこママ。ほんまに。化粧品しとこうや。わかんない、シュンさん、わかんない。何しとこうやって？化粧、化粧。こんなもん、化粧？出てこられたら。あ、ゆっこママ、ゆっこママ、ゆっこママのすっぴんが見てられへんと。すっぴんだったわ。見てくれ。おいおいおい、痩せたマツコデラックスやないかい。ちょっと、似てるし。似てないわ。出てちゃうわ。確かにな。確かにちょっと近いかもしれないな。めっちゃ、ゆっこママに失礼やけどね、それはね。わかんけど。え、ちょ、待って、ゆっこママと、あと誰おんの？誰 ?1,2,3,4,4。全員映して。誰やと。いや、でも映っちゃいけない人もいるみたい。それたち、おーいいや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 あれ誰あと、あと、まあ。川原社長おるやん。川原社長。あと2、3人川原社長おったやん。何をしてんのあと2、3人あと2、3人。どこでの、作戦会議。バラありがとう。作戦会議の会だったんですよ、今日は。ええ。そうですよ。何の作戦？あ、呼ばれてないの？まあまあ。あ、呼ばれてないの？私、あ、連絡しなかったっけ？あ、呼ばれてないの？お前たちはみんな弱い。一番弱いやつが黙れ。一番弱いよ、お前。あ、呼ばれてないの？私呼ばれてない。呼ばれてねえよ。あれ？大阪の飲み会には呼ばれたけど、喉痛くて断ってよ。なあ、それ将軍。はいはいはい。うるさい。うるさいっすね。
さ、甲高い声がずっと喋ってるから。頭痛なってきたわ。そろそろうるさいわ、お前。うるさい。うるさい。じゃあ、家族思いのギャル。ああ、もう寝る時間や。もうね、年結構いってるから。な、ゆっくり寝てな。またな。ありがとう。じゃあね、解散。みかままたね。はい、おはようございます。ママ、ありがとう。ありがとう。またね。やば。え、その、何の作戦会議してんの、パイナップル。今。そりゃ隣に、そりゃ川原社長おったら投げるわな。ごめんなさい。いやいや、普通に俺の声サブアカで聞いてるやん。みなこさん、今 10M 行こうかな、だって。もうやめよ、戦争。ロシアとあのウクライナみたいになるから。やば。別に何の日でもないやんけ。仲良くしてね。ありがとう。何年ない日に行くぞって。まあまあすごいけどさ。でもえぐくね。あ、プロちゃん呼ばれてないか。プリも今日は呼ばれてないんだ。ちょっと、そうそう。何の会議やねんって聞いてるんだけど。あと女性もいるね。今日いいな。女性もいます。誰女性が誰だろう。ね。うん。てか、ゆっこママが呼ばれてる。太ってますけどね、確かに。お前らは太ってますけど。誰やねん。ゆっこママも、まあまあ太ってるだろ。いや、ゆっこママでも、河原社長が言ってんじゃん。あれえ？ゆっこママじゃなくない？言ってんの。いや、ゆっこママだよ。あ、ゆっこママ？河原社長声変えて言ってんのかと思った。そう、声変えて。河原、こんな、どかすぎる汚い声してねえから。クリアな声だから。もっとポップだから。ハートミーありがとう。え、これで何の、その、会議をしてたの？いや、言わないでしょ。まあ、そうだね。あのさ、呼ばれてないやつに教えるわけねえだろ。教えるわけない。俺も呼ばれてないんだわ。名前すら変わってねえんだわ。おわくんなんだわ、お前。うん。一番やべえんだよ。一番やばい。誰がいるか気になっちゃう。まあ、作戦会議ですか。ハートミーのバラありがとう。気になるね、誰がいるかね。すごいな。ちゃんと配信してんねやな。川原社長とか、ゆっこママがいる。なんか10分だけつけたらのはずが、なんか、なぜか日刊1になっちゃいました。すごい。普通に誰にやけど。10分だけじゃなくなっちゃった。え、でも配信終わっちまえや。そのまま川原社長とか、ゆっこママとかと楽しめや、配信終わって。まあね、もう1位にしていただいたからね。バラありがとう。もういいだろ。まあまあ、全然4コラやりたかったら誘うけどね。ちょっと見ましょうか。一旦抜けるか。ね。ありがとう。バイバーイ。はーい。お疲れ様です。バイバイ。ありがとう。もわもわさん、フォローありがとうございます。何時までやんの？プロソロ。今3時52分だね。うん。まあ、俺はもう十分上に行かせていただいたからね、13位だからな。13位か。すごいな。343.2K だって、やばくない？やば。絶対日刊入れるやん。昨日あんだけ頑張ったのが嘘みたいだわ。すごいね。配信って時間じゃなくてなんかタイミングとか運だよな。まあ、流れはね、絶対あるもんな。流れみたいなものはな。もうすぐ4時になるからな。さっきプリコーでもええでって声入ってたから川原社長もいると思う。そういうことね、ケンタロウ。当たってたね。いや、コーラのこだわり、花はね、絶対、いないよ。だって、パイナップル、ブロッコリーしてるから、花のこと。ゆっこままおったな。よし、じゃあちょっとプリンと一回ニコラしてみて、ちょっとどんな感じか。いや、もうすごい戦いになると思うよ。逆に、もう。もう。スコアが、しょうもなさすぎる。いや、さっきのバトル見てだと、やっぱきついぜ。うん。めちゃくちゃエグかったよね、さっきな。そっか、日刊まだ入れてないもんな、プリン。うるせえよ、お前。うん。あ、トルビちゃん。うん。いじめられてるわ。あ、トルビちゃん！キュービットね。ギャーイ！やっちゃったな、お前、トロビ。ええんやな。俺はトロビのことちゃんと好きなのに、な。全然投げへんのとこに君は投げて。一方通行よ、お前。一方通行、お前。うん。そんなんでいいんか、トロミ。偽物もうろうろしてるな、なんかな。トロミ、そんなんでいいんか。さあ、みんなね、タップからお願いしまーす。じゃあ、103人団結していこう。さあ、スピチャレまでね。まあ、もうすぐ4時やからな。あんま盛り上がらんかったら俺も終わりでいいけども、まあ、10位までいけそうなのであれば行きたいって行きたいかな。ああ、まあ、そこまで行ったらね。そう、10位まではね、けど、あと 104.6K だから厳しいぜ、これ。トロミは俺たちと行った方がいいで。カエラン、そうやな。うん。ナイスコメントやな、カエラン。あ、ミラコさん倒す作戦会議やねって。あ、オフエータさんそういうこと
やっぱもうパイナップル億万長者じゃん。ああ。めちゃくちゃエグいね、それね。あ、ドルミちゃんあんたでもいいよ最高のスナイスイェーあ、こういう、こういう、こういう。クボちゃんグミグミ、グミグミ、グミグミ。え、クボちゃん、そうや。本当お気づけなくて。はい、クボちゃん、はい。グミグミ、グミグミ、グミグミ。ホットチョコレートグミグミ、ナイスそういうことになりますよ。さあ、みんな行くぞ。よっさあ。クボちゃん、はい。ずっとも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 いいね。さあ、進んでください。さあ、3番ね、みんな。45秒間3倍あ、こいつに。あんな、ま、偽物お前、はバシャバシャ俺おい、どうしたお前珍しいの。あ、偽物がやっちゃった。偽物がやっちゃったか。え、なんで偽物お前珍しくないなんでなんか悪いのおー、やっちゃった、偽物。なんか悪いのお前。え、別になんか悪くない。全然あの、接点があんまりなくて、ね。珍しいから、いや、お前のことめっちゃ嫌いなのかなと思った、今。え、何がいいから調子いいからめっちゃ嫌いって。いや、違う、偽物が投げてくるの珍しいから、そういうことね。プロソロのこと相対嫌いなのかなと思って。うん、別にそんな喧嘩も何もしてないよね。ドッグボールのままだよね。かかってこいよ、お前。いや、来いよじゃねえよ。お前、日刊先入れよ、じゃあ。はい、3桁。え、偽物、は何お前。はバシャバシャ。え、何お前どうしたの急に。はえ何してんのお前。えストレス溜まってんのか。はい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 珍しいねおぉクジラありがとうなえどういうこと、うん、まあまあ、ただ単にあの、プリンションが日韓ランク外で、俺が日韓13位で可愛さから投げてくれてる。相当嫌いなんじゃないああ、プロフォーのこと。え、俺偽物はい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 。うん。偽物偽物が言ってるわ。そうそう。はい、そうです。お前嫌われてるわ、お疲れ。はい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 。あれ俺、偽物のことブロッコリーとかしてないよね、うん、フォローも外してないよね。プロソロ好きよって。いや、どっちやねん、偽物。何やねん、それ。は何やねん。どこだあれ、好きやったらこっち投げに行くんけ、グレー。まあまあ、ありがとう。クジラは、うん、助かったわ。ありがとう。4桁に1000回攻めて。あざまなあ、ライバーやったら盛り上げんかい、バトルも。ちょ、日韓は通ってない。クーちゃん当たるよ。うん。そんな一方的に投げて何がおもろいねん。どっちが勝つかわからん展開せなあかんやろ。ヤーユーさん、こんにちは。なあこんにちは。ギフレベ、ね。できることしよう。最高で最高。うん。できることあるぞ、まだ。俺のスコアを5桁にするっていうできることある。パイナップルちゃん終わっちゃった。あらら、ほんまに終わったやん、あいつ。え、ほんと終わっちゃったの何の話をしてんのやろな。さあ、残り1分ね、うん、みんな。さあ。多いよな。かますぜ。大阪俺多分行かなくてよかった、絶対。大阪、いや、喉痛くて行けなかったのもあるけど。川原社長と行くさ。見た目だけ主さん、こんにちは。たまにはね、あいのちゃん、ナイスギフトよな。お偽物1000コインは頼むよ、さすがに。やるやん。ないんか、コイン。いいんか、偽物。逆に。あ、見た目だけ主さん。ありがとうございます。まあ、お偽物 OK。やるやん。でも別にフォローも外してないしの。うん。あ、コインコインかかってこいよ、めっちゃ仲いいかっていうほどコラボしてないからね。まあまあ、4コラとかでね、会うってあったらよろしくです。ちょっと弱いな、ルシさん。偽物アナビブレそこだくっちゃ。こい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 。いや、ありがとう、ありがとう。いや、十分十分、ありがとう。いや、どうしたかかってこいよ、ほら。いや、かかってこいよ、ちゃうねん。パイナップルさんの、縦指作戦かもね。ミラコさんに喧嘩売ってる。ガチで勝てるだけ。パイナップル縦指1位になるの。もう、いよいよやな、そうなったら。パイナップルが縦指1位の時代来たらもう、笑うでも、ね。ラスト、そして限界ね、一応。いや、来るわけねえだろ。あ、偽物ありがとう。クボちゃんもセレブはい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 ビクトリーさあさあ。配信者に投げられて何がおもろいね、お前。見た目だけにしさんもありがとうね。カイランありがとうな、ボーナスタイムやっと。アイナちゃんありがとう。ヨウさんありがとう。ケイさんありがとう。そして偽物おぉありがとうな、珍しいな。うん。ありがとうビクトリーはい。何、偽物にちゃんと投げたことあんの、自分。いや、俺偽物とこ全然行ったことないよ。どころお前もらってばっかしでさ、そう、何を還元できてるわけ？お前さ、今日お前車乗りながら見てさ、ちょこちょこ投げとったやん。あ、俺に？俺に？まあ、お前にはそんな投げてないかもしれんけど。誰に、偽物にも結構投げてたん？いや、偽物に投げてねえよ。だから話聞いて。いや、誰に投げてただから。いや、だから4個らせてちょいちょい。いや、4個らしいの、ちょいちょい。でも、ほんま、1000コインぐらいで、ほんま、投げた量。俺、もっと投げてるからな、トータルで。いや、もっと投げてるわ。え？もっと投げました、もっと。うん。こいつ、ほんとにもうすぐ忘れるわ。え？
投げ捨てるな、えのちゃんな。うん。なんでなんでなんで。一恋ももらってないで、いやいや、それはお前しょうがないやろ。うん。俺のが立場上なんだ。偽物くんを怒らしちゃったんじゃないこれ。もう、やばいな、お前。そう、お前。自分の方に取り込もうとするな、お前。いやいや、偽物くん、俺は普通に恩返しするタイプだぜ。うん。俺ちゃんとやってないよ、偽物。こいつも金ないから。いや、もう恩返しできないじゃん、お前。恩返ししようにも。あ、おいしゃ、おかえり。最近投げてないやん、お前。だって。金ないから。全然投げれるよ、全然。偽物くんがガチで誕生日とかガチ日とかやったらね、そりゃ、応援してもらったら、そりゃ、お返しは全然するよ、俺は。うん。まあまあまあ、別に偽物くんの負担にならんようにっていう、それだけが気がかりやから。ねえ。いやけど俺がな、普通のユニバ投げたのに限定ユニバで返してきたもんな。いや、その後ちゃんとハヤブサとか投げてあげて。俺もハヤブサでお前に一回入れてあげたな。うん、いや、だから、そのさ、もうちっちゃいね、うん、お前。言ってること。俺めちゃくちゃ応援してるからね、顔面力のガチバトルの時ユニバ投げたの。そうだね、まあね。うん。仲いいな。お前が大きいのよ、逆に。じゃあお前が大きすぎるんだよ、普通に。そう、俺やっぱ、その、やっぱ、社長と同じで行かれてるから。もうな、もうだって投げしじゃん。なんか。もう。あまあ、ギフレベル40やしな。投げ方が。うん、もう40いってる人ってやばいのよ。うん、仲いいな。まあな。だってそれ偽物は俺と仲良くなるか。うん、だって1500万でしょ ?40 レベルなるには。1500万ぐらいなんでしょ。いや、なんかね、ま、いや、前なんか表があったから表をメモってんのよ、こうやって。何レベルでいくらみたいな。そう、送ってよ、俺に。てかスクショさせてよ、それ、うん、今ちょっと見せて。全然、うん、いいよ、ちょっとスクショできる。うん、切ったネジ、もうちょっと上上げて、はい、もうちょっと上上げて、はい、いや映ってね、うん、はい、ちょっと待って止めて。何それ切ったね、なんて書いてあるかよくわからない。あのさ、文句言うなら見せないよ。いや、ちゃうやん。リスナーを代表して言ってあげてんじゃん。あいじゃん、ラザだよ。ありがとね。じゃあ10ポイントで。人が見せてやってんのよさ。ごちょ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 うるせえわ。いや、そんなん言ったら、プリンがあの1億円ライバーって名乗りたいがために俺に計算してくれてくれてくれ。それはありがとう。それはありがとう。そう、無料で俺ちゃんと教えてあげて。それはありがとう。うん、それはありがとう。なあ、もう一回見せてほしいな。偽物ちゃんのクラッカーがペン。そう、偽物。俺と一緒に本物になろう。どうだ。なあ。それはまあ、1対0でさ、まあ負けたままやったら俺かわいそうやもんな。偽物さん、俺は日韓12までミトさん、こんにちは。49.7K! ナイスフォロー！ユニバと。ユニコーンファンタジー。ほんとね、ちょっと宿に負けたらやばいから、マジでみんな。そうぜ、うん。とりあえず勝たせてや、偽物。ああ？そしたらもう。ポイントじゃない、縁。面白いよ。リスナーも盛り上がるよ。うん。3倍でドカンいったら盛り上がるよ。さあ、3倍やみんな行くぜ !30 秒間3倍かますぜ。フリポーから俺さっきユニバもらって名前がみんなのおもちゃに変わったけどさ。タップタップね。やっぱリスナーを巻き込んで面白いバトルをすればさ、偽物くんの配信、に来てくれるリスナーも増えるよ、きっと。あ、偽物って面白い人なんや、うわ。じゃあ俺も私も投げよってなるやん。3倍でドカンいったら。逆にこのまま終わっちゃうやつは、このまま中途半端になっちゃうかもな。いや別にいいけど、ね。残り5秒あちゃん、キュン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 。いや、キュンで引っからせんで。やばい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 。そう、偽物クジラのダイビングバッシャーさすが偽物。キュン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 、ウォーウォー。わわナイスやってきやがったわ。いや、さっきそっちからやってきたからな。いや、そうだな。偽物が洗脳されてるな、しょうがな。もう洗脳やで、これ。もう騙されてしまったわ。洗脳ちゃうよ。騙されてしまったわ、もう。俺は洗脳ではなくて、うん、完全に正論を言ってるだけだ。うん、俺が偽物のことをちゃんと考えてあげてるんだ。川原社長が参加しました。え、どかしてどういうことどういうこと寝る。え、どかしてってどういうことどかしてってどういうことえ、こういうこと吉次さんのクラッカーがパン。はいどかしてってどういうこと吉次さんの、え、これどういう時はいいってこと俺ちょうど今、水が気管に入ったから。はい。ちょっと肩映ってるよ。ちょっと肩映ってるよ。あ、ごめんごめん。あ、完全にいなくなるね。はい。完全にいなくなった方がいいんじゃないこの流れは。うん。うん。え、なんか来んのかなこれ。うん。え？あ、来てる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 。いや、来てへんやん、お前嘘つくだし、お前。いや、草来たよ、草。草はモピちゃんのな。うん。どかしてってどういうことだ？偽物ありがとう、とりあえず。うん。どういった意味ね？何どかしてって、川橋で。
なんでミスト使った葵ちゃん。今絶対使うべきタイミングちゃうやん。やばい。遊び出したよ、葵も。葵も遊び出したよ。そう。シャンプーの売り子さんって誰？シャンプーの売り子って誰？シャンプーの売り子、シャンプーの売り子に投げてプロソロがプロソロに投げてくれたよ。そうやな、えぐいでキャビンキャビンキャビンカーの、よいち&アイ、2桁31アイスクリームで虫歯治ったらいい。ああ、せや。しょうもない。お前はしょうもないね。はい、偽物くんありがとう。一緒に寝ような親チビ、葵ちゃん、ミスト、どのタイミングで使ったのでも勝たせてくれてありがとう。愛してる。でも、ピちゃんもいつもありがとう。またラーメン食いに行こうな、ビクトリー。はい、おしまいまーす。あやなちゃんありがとうね、ずっと。ようさんもありがとう。けいさんもありがとう。しゅんさんもありがとうね。はまさんもありがとう。ありがとう。川原社長、まだ投げてるやん。パイナップルとの時間どこ行ったんすか。うん、配信ね、パイナップル終わりましたけどもね、久保ちゃん、そうや、ビクトリーや。どうなんすかね、よ、4くらいやりましょうか。強いやついきますか。いるけど、この時間。だけど、いないか。誰かいる、この時間ね。いないわ。どうしようかな、ちょっと待ってね。いや、川橋さん、どかしてが意味わからなかったな、ほんまに。ね、あ、いないわ。うん、だまあ、もう一回やってみて、まあ、うん、けど、あれやな、プリンとやってもそんな盛り上がらん。いや、シャンプーの売り子って誰なん、マジで。いや、そうはね、俺もそう、気になってる。誰？誰なの？検索する。うん。ランキング見ればわかるんかな？いや、あたおかやん。うん。あたおかさんやん。あとかけちゃう。あ、美容師だからってことじゃない？シャンプーの売り子ってことじゃない？そういうことか。うん。シャンプー売ってるってことじゃない？要は。そうそうそう。シャンプーの、うん、売り子のリスナー側は誰なん？わかんない、それは。うん。あ、シャンプーの、いや、顔は見たことあるわ。うん、あ、またユリバ飛んでるやん。売り子へ。また売り子から売り子へ。売り子、おはようございます。何が売り子から売り子やねん。やかましいわ。会長やったね、モピちゃんはね。さあ、面白いやつ。あ、こじらせ男と、あと、ただ黒いだけがおるけど。ただ黒いだけって誰？ただ黒いだけが。ちょ、ここニコラ行ってみるか、二人で。うん。ちょっと面白そうやんか。ただ黒いだけ。ちょっとこじらせ男と行ってみようぜ。みんなすごい名前になってんな。あ、さあ、あ、ニコラ断られるかな、どうだろう。二人で行こうと思ってるけど。あ、断られたね。まあいいか。まあまあ二人きりで喋りたかったんだろうな。あ、うん、あ、キングオブユウスケがいる。ちょっと呼んでみるか。ちょっと呼んでみるか。ああ、いいよ、全然。任せるよ。東大寺さん以外は、カー&スー言ってる。ちょっと呼んでみるか。けど、つけたばっかしなんだろうな、多分。プリン将軍はなんて名前になると思う？妊婦。ちょっと、お！出た！